通り06さんからいただきました。ありがとうございます。えのきさん、三井さん、こんにちは。こんにちは。めいめいさんはミステリアスでお金大好きで、うん、それにどこか色気を感じてしまう魅力的なお姉様で、うん、私も弟のういういくんみたく毎週ときめいていけるかと思うととても幸せです。何のこと。いいよ、ときめいて。お姉様から許可が出ましたよ。ときめいていいということです。嬉しいですね。やっぱりなんだ、なん強い美しい女子が戦うっていうのは、はいはい、やはりセクシーですよね。あー、そうですね、うん、確かに強い女性かっこいいですね。女子プロに通じるのか。女子プロか。女子プロはなんかちょっと違うか。もっとむき出しな感じしますよね。オラーみたいな感じですけれども、めいめいさん、なんなんですか、ね、でお金っていうところがね、はいはい、いいですね。あー、結構もうそこも特化してますもんね、うん、俗っぽいところもあるっていう、うん、こうチャリンチャリンって人差し指と親指で輪を作ってます、私も。番組では分かんないけども、ええ、何に使うんだろう。でもお金ね、これのポーズが使い方があって、はいはい、あのチャリンね、魚とか食べてる時に小骨が出るじゃないですか、はい、小骨を、あ、出ちゃったなっつってこうやってつまんで、はいはい、小骨は食べられないからねとか言って、いや家で遊ぶんですよ。何、家でやってるんですか。はい、ここに骨をつまんでですね。これは命名ごっこなんですか。ごっこです。我が家で流行ってる命名ごっこです。すごい、なんか種は食べられないからねつってつまんで。あの、明るいご家庭ですね、全部。そうですね。ありがとうございます、おかげさまで。面白いですね、はい、いいな、僕も使っていこう。魚食べたら小骨は食べられないからね。分かってるかなって。いいですね、そんな使い方が。じゃあ続きまして。